桑田選手、井上選手、平藤選手、平山選手、山田選手、片山選手というラインナップです。さあ片山選手がクリアチェックしたらお願いしたいな。片山さんもう一回ですね、入ってないです。片山さんはい OK です。なんかいいですね、皆さんレース前の笑顔というので、ね、しかし真剣勝負お願いします。いきます、第2ラウンドヒート6スタート。生徒選手が、しかしまた回転できましたね。インフィールド選手の白いマシン、さあ、ちゃんと入っていく。ああ、続けてしまった。しかしラッキー、生徒選手が3周目、片山選手、井上選手、そして桑田選手が入ってきた。いや、4番手は平山選手といったところ、5番手は山田選手、桑田選手、6番目。さあ、生徒選手、今のラップ11秒18で素晴らしいラップタイムを刻んでます。ここで1分経過、折り返し地点になってきたぞ。さあまだまだ余談を残せない清藤選手、片山選手、ここは5秒といったところ。そして2番手、3番手、井上選手もどんどんね、来てますね。もうなんていうか、もう車半分っていうところですよね。素晴らしい桑田選手はね、クリーンなレースをしてくれてます。さあ残り40秒といったところ。さあこのまま清藤選手が7周目、片山選手が黄色いマシン7周目、残り30秒といったところ。さあ3番手、乾選手、もうブルーのマシン、レイトボールの色ですよね。マシンを放り込んでいく。清藤選手8周目、片山選手8周目、乾選手3周、8周目、同一ラップだ。さあバックマークをゲームクリアしている清藤選手のゴール前、そしてバックストレート、インフィールド選手にいる白いマシンが今トップですよ。2番手はなんと乾選手が上がってきた。ちょっとなんかあったもんですね、ブルーとレイトンハウスのマシンだ。残り5秒、そして清野選手入ってきた。2秒、1で、ここで2分経過です。さあゴールで見てください、桑田選手ゴール。さあ清野選手のまま1球、2番手3番手の争いがまだわからない、清野選手ゴール。そして2番手は片山選手、乾選手、そして4番手平山選手、全種ゴールです。このレースを制したのは平藤選手。